まあ、ってことでね、早速走っていこうと思いますよ。うん、熊野市駅の方に出るには、これは右から入った方がいいかな。もう非常に歩行者が見づらいですね。自転車とか来たら結構危ないな。見にくい交差点ですね。こういうところ行くとか、どうしてもね、ちょっと細い道が多いですよね、熊野って。尾鷲の方なんかもやや広い道あるから、まあ、どっちもね、ちょっと、気をつけないといけない構造であるのは間違いないと思います。で、これで、ね、今ね、松原交差点のところに曲がると、ようこそ熊野へって書いてありますね。銀行は105銀行。でも新宮信用金庫もありますね。やはり、金融的にもだいぶあちら側の影響がね、和歌山側のね影響が、見て取れるといった感じですね。でね、もう今ねこれで、熊野市駅の前まで来ました。こんな感じでね、これ熊野市駅、なんですけどね、見ての通りね、観光案内所とかあるんですけどね、駐車場はないかな。いや、駐車場はなさそうですね。なんだこれ。南紀新校舎。南紀新校舎なんてあるんですね。吉野熊野新聞社。聞いたことないのがいっぱいありますね。新聞、恋愛聞いたことない新聞社が多いな。うん、吉野熊野ってことは、吉野ってことはあれか、奈良の吉野か。まあ、全くコインパーキングどころか一時駐車できるような駐車場が全くない座そうですね。そうですね、仕方ないんで、まあこのまま宇都の村の方に向かっていこうと思います。しょぼーくではあるんですけど、少しずつでもね、改善できるところを改善しようということでね、改善策を施そうとは頑張ってるんですね、実は。うん、で、今回ね、ちょっと音対策のために、ちょっとマイクいじりました。まあ、この前ね、外付けのマイクをつけてどうのこうのっていう話をしてましたけど、なんでこれ？え？これ通っていいの？ダメだ。これは無理だ。どっちにしろ方向としては逆方向ですからね。結構言うてあれかな、帰省の人も多いのかな。あと、まあ海水浴シーズンですからね、海水浴の人も多そうです。今ね、海岸沿いの方ね、ちらりとね、走ってくる時見てきたらね、まあ、この後まだ映ると思うんで、映せる範囲で映してみましょうか。あんまりね、海水浴ね、されてる皆さんなんで、カメラで映すのもね、どうかなっていうところがあります。なんかいい方向ないかな。これどうでしょう。これは厳しいかな。この画角は厳しそう。厳しそうですね。これ反対側行ったら木の本高校があるみたいですね。森のバウム。ソフトクリームの販売を休止しております。この時期にソフトクリーム売れるのは厳しいでしょうね。コロナ対策なんでしょうね、多分。横側は見えるけど、あと私の声が入るのかですよね、これ。マイク、相当私からあさっての方向に向いて拾ってますからね、これ。あげくの果てに、話のね、途中になりましたけど、これ、まあ、話一つ使えるのかな、ね。要は、マイクにね、ちょっとね、もう、物理的にね、クッションを貼って風防代わりにしてみたんですよ。ただ、このクッションがね、もしかしたら分厚すぎるとね、全く音が入ってないんじゃないかっていうね、懸念があるわけですね。普通はこういうのをね、試し撮りとかしてね、やるわけですけどね、一発本番でやってますからね、後から音が入ってなかったら、まあ、後で音を吹き込もうということですね。ちなみにこんな感じで、ね、海ほら綺麗。ね、海綺麗でしょ。ね、
さすが熊野っていう感じですよね。外海なんでね、ただこの辺り海水浴するとき怖いのはね、外海ですから、めちゃくちゃ海はね、荒れ気味と言いますか、ですんでね、そこはね、ちょっと気をつけないといけませんけどね。よいしょ。ねえ、このね、車ね、前のところにね、ドカッとこんな感じでね、上に出てますんでね、カメラのね、設置がね、困るんですよね。クッションみたいなのを上に置いたらいいのかな。あまり上にごちゃごちゃね、物を置くのはね、本当はダメなんですよね。あれ、郵便局なんかではね、伝票とかこの上に置くのはね、本当は禁止なんですよね。結構ね、走ってると、置いてる人見かけますけどね、あれね、実は厳密にね、ダメっていう風にね、規定で決まってたりしますけどね。まあ、海水浴の人多いですね。まあ、ダメで全然映ってねえじゃん。なんか、うどの村に行って、今、うどの村じゃねえか、紀宝町かね、行ってね、なんかね、うまいこと取れそうな、やつがあったら、それを使いましょう。とりあえず、元に戻そうかな。さて、来ましたよ、と。ちょっと画角戻しましてね。今ね、もう有馬町のあたりまで走ってきてますね。有馬町も駅がありますよね。有馬駅ってありますよね。で、やっぱこの辺りに来るとね、面白いですね。ホームセンターも大輝になるんですね。大輝っていうと、やっぱし西日本のイメージですよね。DCM グループで、DCM グループやから、うちらの方で言うと、カーマホームセンターね、カーマいっぱいあるじゃないですか。あんな感じでね、やっぱこっちの方に来ると、大輝になるんですよね。で、DCM グループが、東日本の方行くとホーマックになるのかな、多分東京とかで、ね、関東地方の方でしたらね、ホーマックって言ったら多分ピンとくるんじゃないかなと思います。ここは確か連携組んでるんですよね、 DCM グループって、ね、あ、温泉もあるんだしね、この辺り。よし。あ、ちなみに今回ね、企画としてね、東西南北の端っこの駅を行きましょうということでね、まず今最南端の、ね、駅を目指してますけど、すいません、最東端と最西端は調べてないんですよね、まだ。後で調べてます。最初は私ふっとね、そばやんなと思ってたんですけど、考えてみたらそっから先に島線がね、近鉄の島線走ってるじゃないですか。で、この前、賢島駅行ったんですけど、多分ね、ちょっとね、円を描くような感じですね。島半島の縁をぐるっとこう回ってるんで、一番西って言われると、多分賢島でもないと思うんですよ。多分、宇方かな、どこかなっていう感じでね、結構微妙なんですよね。なんでね、これはね、ちょっと地図でもう一回調べ直そうと思います。で、言っとったら、これ、大久保が出てきましたね。うん。こっちは何て言うの？あ、こんなとこエディオンあったんやん。あ、普通にエディオンに行きゃ、こんな困ることだから、あー、しまったなぁ。こんなところに、エディオンありましたよ。あ、で、寿司若丸、こっちにあるんですね。この寿司若丸っていうのはもう、名前からあれですけど、和歌山に多いやつですよね。うん。まあ、和歌山といえば寿司若丸か、寿司行くか。寿司行くんでまだあるのかな？あったら行ってみたいですけどね。ああ、でも、ね、こっちの方にはですね、新宮から先なんですよね。東と西はね、分かりませんけどっていう話をしてたんですけど、うん、わお、そう、大丈夫か、この辺りはやっぱりね、路肩も狭いですからね、ぱっとね、右折車がいるとね、なかなか大変なことになると、いうことでね、うん、で、まあまあ、そんなことは置いといて、一番北の駅はね、はっきり分かってるんです。一番北の駅はね、これは三岐鉄道ですね。三岐鉄道の、西藤原駅。でも、養老鉄道も走っとるよな。あれ、養老鉄道の滝。西藤原は、どっちやろう。微妙やな。
北の端ですからね、どっちだろうな。あ、一回ちょっと地図見てみたいと何とも言えないですね。ちょっと後で見ましょう。あれ、さあ、美浜町に入りました。この辺りも浜が綺麗ですね。